皆さんこんにちは。中小企業診断士独立開業の魅力についてのガイダンス講義を行いたいと思います。私レクセニコ資金所淳之介と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず、今回ですね、このこちら画面の前の皆さん、中小企業診断士に興味を持っていただいて、で、ご覧いただいていると思います。で、そもそもこの、私は何者なのかと、簡単に私の経歴からご紹介していきたいなと思います。で、私はですね、大学卒業後、10年弱ぐらいかな、一般企業でサービス業に、勤務しておりまして、で30過ぎて、で、ちょっとこう仕事上で行き詰まりじゃないんですけどね、仕事は順調だったんですけども、なんかこう物足りなさっていうんでしょうかね、自分の人生ね、一回限りなのにこんな感じでいいのかなみたいな、自分自身のキャリアパスみたいなものを考えた時に、なんかこれでいいのかなってこう疑問を持った、問題意識だったのかな、なんかこうそれがきっかけなんですね。で、じゃあちょっと勉強してみようかなと、やっぱり自分の当時勤めていた業界に関する知識はあったんですが、それ以外の外の世界がわからないと、とか、自分自身のエンプロイアビリティみたいなことを考えた時に、ちょっとまずいなと、正直そういうのもあって、じゃあ勉強してみようと。本当にそもそもは社内でのキャリアアップっていうのかな、ステップアップっていうか、独立するつもりなんかもう毛頭なかったです、本当に。はい。で、こちらのもしかしたら教室とかで、ご覧になってる皆さんは、もしかしたら配布資料にこの診断士基礎の基礎っていう冊子があると思いますけども、これない方は教室のガイダンスの時にこれ配布してる資料なんですけども、この資料はですね、診断協会とかが行った診断士についてのアンケートとかね、いろんなこの資料が載ってます。はい。で、話戻しますけども、ほとんどの人が、最初から独立しようと思って、勉強していた人は少ないというデータが書いてあるんですね。最初から独立しようと、勉強を始めた人はそんなにいないと。だからみんな診断士の勉強をしつつしながら、なんかこうここかな、よし、ちょっと今ちょうど見つけた、よいしょ、まとめのところに書いてあるんですけども、自己啓発から診断士を目指した人が多く、初めから独立志向した中小企業診断士の学習を始めた人はいないと。で、取得してそこから独立という選択肢が見えてくるというふうにある通り、大体ですね、8割ぐらいが企業の中、企業内診断士だと言われてます。だから私みたいに独立している診断士っていうのはもう2割弱ですよね。だから8割が企業の中にお勤めしながら。だからもしかしたら今ご覧の方も皆さんお勤めの方がほとんどだと思います。ただ一応私が想定しているのは、お勤めの方、もしくは私業、すでに何らかの、資格をお持ちの方で、でやっぱりこうその私業だけで独立するのはちょっと厳しいということで、ダブルライセンス的な形でね、例えば私の知り合いでいるのは、税理士で診断士とか、社会保険労務士で診断士とか、あと弁護士で診断士とか、弁理士で診断士とか、いろいろなんとか士と診断士っていう方が多いですよね。はい。そんな形で、その、私業をお持ちの方で独立志向の方と、大体その2パターンを想定して、ちょっとお話をしたいなと思ってますけども、で、結局、私自身も独立する気は最初なくて、会社に中にいて、で、キャリアアップにつなげようと思って始めたのがきっかけです。ところが、勉強してるとですね、非常にこの面白くてですね、勉強の中身が。で、実際に
まあ、後で軽くご紹介しますけども、診断士の試験って一次試験と二次試験というのがあって、で、二次試験っていうのはまさにコンサルなんですね。ペーパー上のコンサル。そうすると、あ、コンサルって面白いかもなーって思ったのが、まあ、独立を考え始めたきっかけかな。で、まあ、結局、もう私も診断士を取って独立して、もう、まあ、今年で14年目？あ、なんだかんだで独立してもう13年経ちました。早いですね。はい。で、まあ、なんとかなるもんなんですけども、まあ、いずれにせよ、私の場合は、独立しよう、じゃあ診断士じゃないんですよ。診断士を取ってみた、だったら独立しようかなっていうところなので、まあ、順番がね、もしかしたら皆さんと違うかもしれません。だから、今ご覧になっている方で、将来独立したいって思ってる人は、もうぜひ診断士取るべきだと思うんですね。というのも、何事もそうですが、まあ、会社勤めをこのまましているのも、もうリスクと言われる時代ですよね。まあ、一昔前までは、終身雇用みたいにね、日本の雇用のね、三種の神器と言われた、まあ、終身雇用制とかね、はい、企業内組合とか、まあ、いろいろありますけれども、いわゆるその、ずっと親方日の丸とかね、例えば公務員が安全だとか、まあ、いろいろ言われるようになって、やっぱりこう、今、民間企業でずっと勤めているっていうのは、それ自体、大企業だろうが何だろうが、もうリスクですよと。もう大企業がボコボコ潰れる時代ですよと、まあ、言うまでもなく。ということは、じゃあその企業でずっと勤め上げるのか、もしくは、いや、自分自身でキャリアパス、キャリアチェンジするのか。はい。というのはもう一回こっきりの人生ですからね。ですので、どう選ぶかも皆さん自身の選択にかかってるわけです。で、ましてや、今言ったように、勤め続けててももうリスクと言われる時代。だから独立しても、まあ、リスクだし、勤め続けてもリスクだと。じゃあどっちのリスクを取るかってだけの話ですよね。で、まあ私が言えるのは、独立した立場で言うと、やっぱりこう、一番全て自分の責任、自分でコントロール。だから経営資源ですよね。人、物、金、情報、ノウハウ、全て自分でコントロールすることができるわけですよね。だからそれが魅力でもあり、またそれがリスク要因でもあり。で、ハイリスクであるからこそのハイリターンでありといったような、まあ当然金銭的魅力もあり、時間の的な魅力もありね。だからやっぱりこう、一般的には土日祝日がお休みで平日仕事をされてる方多いと思うんですけども、私は逆に土日人が多いので、土日仕事をして、で平日に休むとかね、平日大体どこ行っても空いてますから、もう便利だなとか、まあそういったような、まあ卑近な例でいくとね、そういったところでも自分でコントロールできますし、そういった魅力もありますよと。いずれにせよ、独立したいなって思ってるのであれば、まず、じゃあ独立のネタ。特に事業の方であれば、ご自身の、まあ、取られた資格の中でも特に、じゃあどういった分野であるとか、どういった価値提供ができるのか、ターゲットに対して何ができるのか、どういった付加価値を提供できるのかっていうのを研ぎ澄ますと同時に、診断士という、まあ、経営のプロですよね。まあ、いわゆる MBA とか言われる、まあ、経営コンサルタントの国家資格と言われてますので、経営に関することだったら一通り何でも分かるよというのが診断士の位置づけです。ですから、それを取っていれば、それを学習すれば、特に事業の方なんか、自分のもともとの事業プラス診断士の知識ということで、まあイメージからいくと、診断士って横に広いイメージなんですね。いろんな科目がありますので、横に広い。で、一方で、事業の方は、それぞれ、社労士さんだったら人事労務系のスペシャリスト、税理士さんだったら税務会計系のスペシャリストっていう形で、法律系の資格だったら法律のスペシャリストみたいに、非常にこの縦に深いイメージですよね。だから、縦の深さと、診断士の横の広さっていうね、この両方の軸を持つことによって、まあ非常にリスクがその分減るわけですよね。企業のリスクとか独立のリスクは減りますよと。でもリターンはでかいと。
まあ、これがやっぱり大きな魅力になってくるでしょうね。だまあ、いずれにせよ、独立をもうすでに考えてらっしゃる方は、もう診断士を今ね、こうやって興味持ってご覧いただいてるってことは、ものすごく正しい選択をされてるってことです。素晴らしいですね。さすがです。ですから、じゃあ一刻も早く、勉強を始めちゃうというのがもう最適解になります。なぜなら、資格というのは、1分1秒でも早く、で、1分1秒でも長く勉強した人が、それだけ合格可能性が高まりますのでね。今すぐに、もう、勉強を始めてくださいと。ただ、まだ悩んでるよと。独立開業って言ってもね、一口に言っても、まあ、会社勤めされてる方が大半だと思います。で、診断士取ったら、じゃあどうやって飯食っていけるのっていう、まあ、お話になるわけなんですけども、これも、まあ、私の知り合いとか、まあ、私自身の経験になりますが、診断士の強みって、まあ、ある意味何でもできることだと思います。だから、いわゆるこう他の事業に比べて独占業務、いわゆるその資格がないとできない仕事がありません。独占業務がないので、むしろいろんな分野で活躍することができると。独占、あ、ごめんなさい、独占業務があると、みんなそこに集中殺到しますよね。そうするとベテランの方が有利になるじゃないですか。でもそうじゃなくて、診断士はそういうのがないので、むしろ皆さんが今まで社会人生活経験の中で培われた業界の知識とかノウハウとか、それが活かせるわけです、それぞれの分野で。で、まあ、今まで私がレックで12、3年教えてきた中で、まあ、一番多いのが金融機関の方、もしかしたら今ご覧の方もいらっしゃると思う。金融機関の方とか、あと IT 系の方、SE さんとかね、情報系の方が多い印象はあります。だから、金融機関の出身の方で、私の知り合いの診断士とかは、やっぱり金融機関で培ったノウハウをもとに、中小企業に対する、やっぱりこう、例えば融資であったりだとかね、資金調達コンサルタント的な位置づけだったり、あと助成金、補助金とか、そういったお金絡みですよね。そういった、銀行との折衝とかね、もしくは、余震管理的な部分であったりだとか、まあそういったようなところで活躍されている方も多いですし、あとは、まあ SE さん出身の方であれば、やっぱり診断士の資格を取った上で、自分のその IT 系の知識ですよね。例えば私と、知り合いの彼って、今ちょっと顔のイメージが思い出されたので、あれなんですけども、例えば商工会とか商工会議所とかで、エキスパート登録、専門家登録みたいなものができるんですね。私も、横浜とか沖縄とかですね、専門家登録しておりますけども、要は、尖った何か分野が一つないと、専門家として名乗れないわけですよ。ただ、診断士取りましただけでは、なかなか仕事は来ないですよね。で、診断士は持ってて、で、あなた何ができるのってことなんですよね。で、特に IT 系の方は、中でも、じゃあ、中小企業向けに、じゃあ、例えば、ホームページをね、立ち上げ、誰でもすぐにできるホームページ講座とか、例えばですよ、とか、中小企業の IT 活用をすることによって、生産性を上げる、やり方だったり、管理の仕方だったり。まあ、それこそ、平たくね、Excel アクセス活用講座とかね、そういうのを開いたりだとか、なんかこう、いろいろ、やっぱりこう、自分の強みを生かして、あとは、まあ、SNS 活用とかね、プロモーションとか、まあまあ、いろいろ IT を活用した、中小企業に対するアプローチをしている人もいますし、あとはそうですね、あと私の知り合いで、まあ、社労士さんで、社労士で、かつ診断士を取って、社労士でいうところの、まあ、3号業務っていうんですかね、いわゆるコンサルティングで、やっぱ企業に対する、まあ、給与テーブルとか、を再構築したりだとか、人事、労務制度、教育制度とかシステムとか、そういったものをご提案したりだとか、まあ、いろいろ、年金とかね、そのあたりの、まあ、社会保険とか、そのあたりのプロですから、そういったこう助言をしたりだとかね、
そういった人もいますし、あとはですね、FP で診断士の方は、やっぱり企業のこの従業員の方向けのまあライフプランであったりだとか、もちろん経営者の人も含めてですね、中小企業の方々の、まあ、ライフプランご提案したりだとかね、そういうのやってたりだとか、もう本当いろいろですね、税理士の方はもちろん顧問先に対する、まあ、戦略的アドバイス。だから、税務、財務の面と、あとは診断士で学んだ、企業経営理論的な面からも、両面から、鬼に金棒みたいな感じですね。そういう人もいますし、まあ本当に、いろんな活かし方がありますが、共通しているのは診断士だけじゃなくて何か一つ以上のスペシャリティがあるというところが特徴的です。はい。ですので、まあ、独立開業をお考えなのであれば、皆さんの尖ったところ、何か一つ以上ですね、提供できる中小企業お客様に対して提供できる武器、商品、商材、まあ、いろいろ言い方ありますけども、それがある、最低限あることが、まあ、成功するための、まあ、秘訣なのかなと。で、ちなみに私は、まあ、何をやってるかっていうと、私自身はさっき言ったように土日は基本的にレックに私のリソースを提供するようにしてます。だから土曜日とか日曜日に、まあ、私東京なので、池袋の本校、レックの池袋本校があるので、そこでまあ教えたりだとか、または、まあ、今回はこういうふうに画面を通してますけれども、まあ、生でガイダンスやったりだとかね、そういったようなことを、まあ、土日はやってます。で、じゃあ平日何やってるのかっていうと、平日は自分の顧問先訪問したりだとか、あとはちょっと書籍をね、執筆したりだとか、あとは何らかの調査の仕事だったりだとか、あと私はですね、実は私の強み、まあ、強みというか、まあ、人前でこうやってしゃべる、講義をするっていうのは、まあ、得意な部分と、あと前職の経験から、まあ、サービス業、接客、接遇とかクレーム対応とかですね、営業系の強みがあるので、まあ、それ系の、コンサルであったり、あとは、研修会社のアソシエイトという形でね、研修会社からオファーいただいて、で、企業研修に行ったりだとか、だから例年、まあ、毎年4月なんか新入社員研修でいろんな企業に伺って、で、新入社員研修を必ずやってたりとか、まあ、私はだから人前で喋ったりするのが大体、まあ、レックも含めちゃうと5割ぐらいで、残りの5割でコンサルプラス執筆みたいな感じかな、そういう、まあ、稼ぎ方をしてると、はい、いう感じですかね。だから平日自分のスケジューリングによっていつでも休みが取れますし、まあ、私自身の、まあ、趣味っていうのが、まあ、お恥ずかしい話が、ディズニーとか宝塚とかが好きなので、まあ、平日ディズニー行ったり宝塚見に行ったり、はい、そんな感じで、ワークライフバランスは非常によく取れてて、はい、まあ、そんな形で、まあ、独立の一つの魅力がそこなのかなと。自分でコントロールして仕事もできるし、はい、ただ本当風邪ひいたりした、体調不良になったりしたら、もう一発アウトですかね。稼働がなくなると、その分売り上げが減りますから、そういったリスクはありますよね。まあまあ、でも、それも含めての独立開業の魅力だと思ってます。はい。だから一人で、まあ私は今一人でやってますけれども、でもそれがリスクだというのであれば、じゃあ会社組織にすればいい、人を雇えばいいってことになるでしょうしね。いくらでもケアの仕方はありますので。そういった意味で、独立開業の魅力というのは、本当に自分で全て責任を持ってできること、自分でコントロールできるっていうのが、まあ、大きな魅力ですよね。はい。ただリスクは高いと。だったらそのリスクを下げるためにどうするの？やっぱ診断士っていう資格を持っていた方が、ただ単に業界経験だけで独立するとかね、もしくは事業を取りましたと、それだけで独立するというよりは、
診断士を取るもしくは勉強することによってそのリスクは下がりますよね。はい、ハイリスクハイリターンがミドルリスクハイリターンぐらいになるのかな、感覚的には。はい、ローリスクとは言い切れないのでね、はい、まあ、そんなイメージで捉えていただければよろしいかなと思います。ですから、まあ例えばもうぶっちゃけね、これコンサルタント業務の年間売上みたいな形で、ボリュームゾーンが 19.9%、まあ、800万とあと1000万から1500、まあ、18%、19%、まあ、ボリュームゾーンこの辺ですかね。だから500から1500万の間に、大半が、まあ、いますよと、はい、いう感じでしょうかね。なので、まあ、すごい人もいますけどもね、構成費で3000万以上稼いでる人も、まあ、4.3% ですけども、このリサーチではね、診断士ということで、データで見る診断士2016年版という、まあ、アンケート結果だそうです。はい。ね。まあ、すごいね。私も、まあ、この辺を目指したいなと思いますけど、まあまあ、金銭的な面だけで言うとね、ここを目指すと、やっぱりこう、結構、自分一人だけだとね、なかなか稼働が、はい、難しいですしね。だから本当にまあ、一番いいのは自分のスペシャリティをどうやってこう展開していくかってことで、まあ、この冊子なんかにも書いてありますけども、私なんかもまあこれに近い形で動いてて、例えば A 社に対して、まあ、最初入り口は営業研修とかね、例えば営業の相談で入ったんだけど、でもちょっとマーケティングの相談にも乗りますよとか、もしくはちょっと人事的な相談に乗りますよと。今の私のメインの顧問先の一社に ある建設会社があるんですけども、最初はですね、幹部の育成だったのかな、確かあれは入り口は、うん、もう6、7年ぐらい前かな、幹部育成で最初相談を受けて、で入ったんですね。で半年間のプロジェクトで、そのまあ若手のね、次世代を担う若手の幹部と半年ぐらいかけてプロジェクトで、もうみんなで会社の将来像を考えたりだとかね、まあまあいろいろ彼らのやる気に火をつけたりだとかする、で半年で終わりかなと思いきや、金城さんさ、こういうことできるみたいな感じで、その当時の専務からね、言われて、例えばその会社の、事務方のね、例えば電話対応とかマナー研修みたいのできるとか言われて、あ、できますよみたいな形で、まあ、そこからじゃ あのマナー研修をやったりだとかね、今度はマナー研修も評判がおかげさまで良くて、でこう他の人たちも聞きたいって言って、じゃあマナーじゃなくて営業研修しませんかとか言って、逆に提案したところ、ああじゃあ営業研修もしてよってことで営業研修したりだとか、で営業研修したところ、今度はじゃあこう社長とかね、専務とか役員向けの何かこうやってよって言われて、でまあ役員のまあ相談に乗ったりだとか、でそれからですね、今やってるのは営業職と事務職のその給与体系のちょっと整備みたいなね、給与体系の整備をやってて、で給与体系の整備はさすがに自分一人では荷が重いので、実は知り合いの社労士の人にちょっとアドバイスもらいながら、ちょっとねやったりだとか、いやそういうふうにどん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 、まさにこの図のようにですね、入り口は何か自分のスペシャリティから入って、横にこうどんどんいろんなところに紹介を受けたり提案をしたりして、コンサルティングを開始していくっていうのが大体私のパターンです。だ最初チラシをどうしたらいいですか、飲食店とかでね、チラシとか客数を増やすためにどうしたらいいですかってところから入って、実はじゃあメニュー改善とか、あとアルバイトさんの採用戦略とかね、そういうふうにどんどん広げていったりだとか、やっぱりいろいろ経営者と話してたりすると課題も見えてきたりするの でそこをうまく汲み取って、今これに困ってませんかと、
で、こういうことをしたらいかがですか?みたいに提案して、あ、よし、あ、ぜひって言われれば、それでまた。で、形で、まあ、私はいろんな、顧問先をおかげさまで、増やしてきた経緯があるので、ただ、本当に、やっぱり、こう、なんだろう、自分で、こう、すごく強みの部分と、やっぱり正直、分かりにくい、分からないところも当然あります、人間だから。で、分かんないときは、それこそ、横のつながりがあるのでね。それはもう、おかげさまで人脈と言われる。だから他の事業の、だから社労士だったり、税理士さんだったり、弁理士さんだったり、いろんなこのプロフェッショナルがいますので、私には。なので、そういう人に相談をさせてもらって、どうなの?とか。はい。まあ、今度、こうね、ベンチャー企業が、ちょっと新しくまた会社作りたいんだけど、あ、じゃあ設立なのであれば、じゃあちょっと、この行政書士の誰々先生にちょっとお願いみたいに任せたりだとかね。そういうような、アソシエートで仕事もしてますので、あくまでも、そういう働き方、自分で全部やる必要はなくて、自分の、で、逆に、他の事業の方から、ちょっとこれ、相談乗ってもらえるみたいな。ああいう時もあったりしますので、まあ、そのどういう働き方をするのは、まあ、別ですけれども、私はそういう動き方で、まあ、うまく自分の、プライベートな時間も確保しながら、あんまりこう、なんて言うんだろうな、稼働が多くなりすぎないように、本当にうまくセーブしながらやってます。はい、なので、あんまりこうゴリゴリ稼ぐっていうよりも、自分のペースで仕事をしたいなという形でやってるのが現状です。はい、ですので、まあ、何を魅力と取るかね。だから、とにかくお金稼ぎたい、それが魅力だっていうのであれば、そのための仕組みとか仕掛けとかを作ればいいし、いやいや、マイペースで働きたいと、はい、いうのであれば、じゃあそれに必要な見合った金額、売上はいくらなのかって設定しておいて、それをじゃあ月割りにして、で、そのためにじゃあ何日稼働にしてどうすればいいのかとか、どう営業すればいいのかとか、そういうのは、まあ、当然考えるわけですよね。で、当然診断士の勉強すればそういった戦略思考はできますから。はい。なので、まあ、今回のタイトルにある独立開業の魅力って、本当に、まあ、人に雇われるんではなくて、自分で稼ぐ、ね、お金をもらうは一緒なんだけれども、ただ給料をもらうんじゃなくて稼ぐっていうね、このマインドのチェンジが大きな違いなのかなと。はい、だ、お客様からお金をいただくのは一緒で、給料をいただくっていうのも、まあ、お金をもらうという意味では一緒なんだけど、もらうのか稼ぐのかっていうね、はい、そこの、まあ、違いが大きいのかなって個人的には思ってます。なので、そういうのを目指す方であれば、ぜひぜひこの診断士という資格はうってつけだと思います。で、リスクをね、下げるためにも、事業の方もね、ぜひチャレンジしてほしいなと。で、概要をご説明しておきますけど、まあ、試験の概要ですね、ちょっと、見づらいかな、パンと、ちょっと、画面を大きくしますけども、試験概要ということで、診断士の試験って、一次試験と二次試験があります。で、8月上旬に一次試験で、10月に二次試験、これ記述ですね、筆記で、12月に面接試験があります。ただこの1次試験通った人しか2次には進めないんですね。で、2次も筆記受かった人しか面接に進めないということで、だいたいこう合格率20%になってます。だ、単純計算 20×20 の4%と、ストレート地味に結構厳しい試験ですね。100人中96人が落ちるというね、4人しか受かんないという意味ではちょっと厳しいなと。で、1次試験マークシートで、で、2次試験は記述ということになって、まあ、この辺りはレックのデジタルパンフなんかをご覧いただければ分かると思います。で、まあ、この1次試験と2次試験の科目なんですけども、ちょっと科目をご紹介しますけども、1次試験が7科目で、二次試験が4科目ってことになってます。で、二次試験先にご紹介すると、組織人事に関することとかね。で、マーケティング、まあ、セールスに関すること。で、生産技術ということで、まあ、要は生産、製造業が分かるようになる。で、こちら財務会計ということで、財務諸表が読めて分析ができるようになると。
ということで、まあ、ここ組織、マーケ、生産、財務ということで、まあ、これ最低限、中小企業と向き合うことができます。これをやれば、はい、必ずこう組織、人事、マーケはかかってきますからね。で、製造業であれば生産、財務はどの会社でも必要になってきますから、まあ、これだけ学ぶだけで間違いなく中小企業と向き合いますし、ましてや独立する際には自分自身の、はい、会社に関する知識にもなるわけです。で、それを支えるのが一次の7科目なんですね。経済学、財務会計、企業経理論、運営管理、経営法務、情報システム、中小企業経営政策と、非常にまあ幅は広いです。ただ、まあ、事業をお持ちの方であれば、例えば法律系の方であれば経営法務とかね、まあ、もうこれはもうラッキー科目になるわけですし、もしくは簿記をお持ちの方とか金融機関の方であれば財務会計なんかは非常に親和性があると思います。一方で IT 系の方、お勤めの方とかね、技術をお持ちの方、経営情報システムなんていうのはもうこれラッキー科目になりますよね。っていうふうに幅広く、どこかでもしかしたら皆さんのスペシャリティに合致しているところもあると思います。多分一次試験マークシートなので、その意味では稼いでる、ね、7科目で420点取ればいいので、そこで稼いでいただいて、で苦手科目をカバーするとかね、そういった戦略もあります。まあ、今回はその細かい勉強の仕方とか科目の内容という流れではないので、概要だけのご紹介にとどめておきますけども、まあ、これだけ幅広く勉強しますよと。で、ここの図にあるように、まあ、いろんなね、企業内における様々な面でね、この一次の知識が役立ちますよと。で、二次の知識も、まあ、戦略を立てるときに行きますよっていうのは模式図になってます。ビジネスリテラシーがまあ身につくっていうふうに、ここにね、左側に書いてありますけれども、これ間違いないです。本当に冒頭私申し上げたように、私は新端子の勉強を始めるまではその業界の知識しかなくて、もうお恥ずかしい話、日経新聞も読めませんでした。いやいや、読めないっていうかね、日本語で書いてあるから読めるけど意味が分かんないんですよ、半分以上。何を書いてるのかが分からない。だから理解できないんですね、正直な話。だけど、診断書を勉強したことによって、ああ、そういうことかと。はっきりこう、あ、なるほどねっていうふうに理解を伴って読めるようになったっていうのが、やっぱり一番驚きましたね。あとは、大学時代経済学部だったんですけど、全く経済学とか分かんなかったのが、診断書の勉強したら、あ、なるほど、あの時教授が言ってたのはこういうことかとね、10年卒業して10年経ってやっと ISLM 曲線とかね、あ、経済学が分かったと。まあまあ、それもちょっと驚きでしたけども、診断士の勉強することによって本当に視野が広がって、で視座、視点が高まったっていうのはこれは間違いないです。まあ、どの勉強もそうなんですけども、勉強することによって本当に、まあ、世の中知らないことだらけですから、知らないことがちょっとでも分かるようになったって、これは本当に喜びですし、それが仕事に生きてくるって、これはもう本当にまたとないね、喜びになると思いますので、まあ、今回この独立開業の魅力って言いながら、まあ、私好き勝手診断士すごいよ、ぜひ取ってって話してますけども、本当にもっともっと多くのビジネスパーソンにこれはチャレンジしてほしい資格なんですね。勉強してみると、ああ、もっと早くやっとけばよかったって、もうね、私これ義務教育にしたいぐらいですよ、本当に。そうしたらもうめちゃめちゃリテラシーの高いビジネスパーソンがね、世の中増えて生産性も高まって、すごいことになる。もう少子高齢化のね、日本の中でこういうリテラシーを持った人たちが増えれば、まあ、全然怖くないと思うんですよね。まあ、そういった中で、皆さんも今回こういった、画面を通してですけれども、お会いできたご縁ですから、まあ、ぜひ、先ほどもちょっと言いましたけど、もし興味があるならぜひやってみましょうと。で、資格を取るためには1分でも1秒でも早く長く勉強することです。ですから、迷ってるんだったらやりましょうよ。チャンスがあるんだったらやりましょうよと。ね。気づいてない人、できない人、世の中たくさんいます。でも皆さんは気づいてる。
で、できるチャンスも目の前に来てると。だったらやりましょうということですね。ぜひ、まあ、細かい講座とかについてはレックのウェブサイト、もしくは本校でお聞きの方は係の者にぜひお尋ねいただきたいと思います。で、私自身はですね、東京の池袋本校で講義を主にやっております。で、また一次試験、二次試験、特に私この二次試験の方で、全て、担当しておりますのでね、もし今後学習するぞということになれば、どこかでね、まあ、もしくは画面を通してお会いすることになると思います。まあ、我々レック講師陣全力で皆さんサポートいたしますので、ぜひぜひ、まあ、独立開業を目指す、もしくはいやいやまだ独立は考えてないけれどもという方であってもですね、一刻も早く、学習を開始していただけることを祈っておりますのでね、ぜひぜひ頑張ってチャレンジしてほしいと思います。というわけで、長くなりましたけども、中小企業診断士独立開業の魅力についてはここまでにしたいと思います。ぜひ、皆さんもね、独立開業に向けて一歩踏み出してほしいと思います。頑張りましょう。ではご清聴ありがとうございました。